ティエリー・ジョルジュは、フランスを代表する、オリエンテーリング選手、並びに指導者。オリエンテーリングの国際大会において、これまで20以上もの金メダルを獲得しており、世界オリエンテーリング選手権のミドル種目では8度の優勝を経験している。2016年11月、2017年の世界、選手権後にスウェーデンナショナルチームのヘッドコーチに就任することが公表された。 ジョルジュは、フランスのサンテティエンヌを本拠地とする、ノーストリートエティエンヌと、フィンランドのカリブン・ラスティに所属している。世界最大のリレー大会の一つである、ユッコラでは、カリブン・ラスティの優勝に3度貢献している。またフランスオリエンテーリング連盟を代表する、選手でもある。フル代表として、国際大会の舞台に登場したのは1997年の、ノルウェーは、 グリムスタで開かれた世界選手権でその時はまだ18歳だった。ミドルの帝王と呼ばれフランスのエースとして目覚ましい成績を残しているジョルジュだが世界選手権のリレーでは様々な出来事を経験している。2008年にオロモーツで開かれた世界選手権でフランスのエースとしてリレー種目のアンカーである第三走者となっていたジョルジュは 優勝争いを繰り広げていたイギリスやロシアといった後続に差をつける階層でレース終盤へと入っていったがいきなり GPS トラッキングによる通信が途絶えてしまった結局トップで会場に現れたのはイギリスでありその後もロシアスイスなど有力国が続々とフィニッシュする中でしばらく時間を置いてからようやく会場へと姿を現したが歩きながらであった レース途中で8人、下の後ろを刺されたためであり、やっとのことで会場にたどり着いたのジョルジュは、フィニッシュすることなく、病院へ、ヘリコプターで搬送されることとなった。これによりレースの方は、イギリスとフィンランドの一騎打ちとなり、最終的には、ジェイミー・スティーブンソンが逃げ切って、イギリスの初優勝となった。応急処置後、会場へ戻る3人2009年。 ハンガリーのミシュコルツで行われた世界選手権でもリレー種目におけるフランスのアンカーはもちろんジョルジュだった。アンデルス・ノルドバーグ、モカルス・モーラと共にトップを走っていたスウェーデンのマルティン・ヨハンソンを追っていたが、この年もアクシデントが発生する。先頭のヨハンソンが右太ももに枝を原因とした12センチメートルもの深さの潜痛損傷を追ってしまい、 流血しながら動けなくなってしまった。そこに、後続の三人が現れ、ノルドバーグは助けを呼びに行き、ジョルジュとスモーラはその場に残って、ヨハンソンに付き添った。その際ジョルジュは刺さっていた枝を引き抜き、自らのエアと GPS トラッキングの機材で止血を試みた。応急処置が終わってからは、ジョルジュとスモーラは、道までヨハンソンを、 おぶり、ノルドバーグはその場所まで9号を呼んだ。3人は一度会場に戻った後に、おのののレースへ戻っていくこととなった。この年のフランスの正式記録は25位となっている。2011年、世界選手権の開催地は24年ぶりにフランスとなった。フランス国内でも、屈指の南テレインを有するサボアでのウォックにジョルジュは、しっかりと照準を合わせ、ロング競技。 ミドル競技で下馬評通り優勝を果たした。母国開催のウォックへ照準を合わせていたのは、ジョルジュ以外も同じであり、男子ロング予選では3ヒートそれぞれにおいて、フランスの選手がトップ通過する結果となった。勢いそのままに、リレー競技へ臨んだ、フランスチームは、第一走者のフィリップ・アダムスキーが、トップのノルウェーと30秒差の3位につけて帰って、くると、 二層のフランスはゴノンが堅実なレース運びで順位を一つ上げ、アンカーであるジョルジュが圧倒的なパフォーマンスを見せつけて2秒差で先行スタートしていた強国スウェーデンを大きく引き離し1位でフィニッシュ、フランスを優勝へと導いた。フランスがウォックリレーで優勝するのはこれが初めてのことである。ジョルジュは2006年、 トレールオリエンテイリングにおいてもヨーロッパ選手権者となっている。このことは彼の技術力がいかに優れているかということを示している。ジョルジュのニックネームはテロである。また、フィンランドではテロケッツネン、そしてノルウェーではタルジャ・ガンデルセンとしてよく知られている。居住地はサンテティエンヌであり、そこで生物学を学んだ。ありがとうございます。